激突は夢のシングルマッチ、スティング対スパイリー戦、日本で初めての対決であります。これぞファンが待ちに待ったドリームマッチでございます。日本武道館の光と影、鮮やかな光の空間に銀盤戦士スティングが立ちます。館内猛烈な興奮状態、さあ大歓声の中にご覧いただきましょう。スティングの表情、カラフルなペイント、そして鮮やかなロングタイツ、ショートヘアの金髪、これぞアメリカの香りです。さあどんなファイトを見せるんでしょうか。現 NWA 世界チャンピオンビッグフレアをあと一歩まで追い詰めたという情報が入っています。人気実力3拍子揃っています。この超人気スティング来日によりまして、特製のプレゼンカード、ポスター、 T シャツも記念発売。スティング旋風がすでに巻き起こっています。超銀盤戦士、192cm、125kg、スティング登場。さあ夢のシングルマッチ、相手はダニー・スパイリー。さあ来い、かかって来い、スティング。声を大にしてスパイリーが吠えています。ご存知のダニー・スパイリー、ファン投票1282通でスティングの対戦者に選ばれました。全日本マットではファンの支持を十分に受けているダニー・スパイリー。さあスティングがリング狭しと動き回っています。素敵な選手です。ご覧ください、スティング。このペイント、白とブルー、サソリの縫い取り、これがダニー・スパイリー。ここは負けられません。全日本マットは俺のもの、そういう自負があるでしょう。デンジラス・イーグルが強いのか、それともニューウェーブの筆頭を担ぐスティングが強いのか、おそらく白熱のファイトを展開するのではないでしょうか。これぞアメリカンプロレス、その集大成を見たいと思います。アメリカマット界の出世争いがこの全日本マットでも実現しました。夢のシングルマッチです。試合に先立ちまして、日本テレビ並びに番組のスポンサーより両選手に豪華な今花束が贈られました。ファンの目はこのスティングに釘付け。試合の前から両選手エキサイト。まずダニー・スパイリーがコール、全日本マットは俺のもの、負けられない、負けられない。ダニー・スパイリー、おっと張った、スティングがまず右の頬を張りました。怒ったダニー・スパイリー、猛烈に消しかけた。ダニー・スティングのコールはありません。アメリカマット界の超アイドル初来日、さあ行ったぞ。まずはラリアット、ダニー・スパイリーのラリアットが顎をえぐりました。そしてブレンバスターの体勢か、 2m3cm から落とした。ダニー・スパイリーです。しかしスッと立ち、ああスティング、天霊のラリアット、スティングラリアット、ラリアット合戦1対1。さあ立ち上がったぞ、スティングが立ち上がったぞ、ショルダータックル、これがダニー・スパイビーが勝った。さあ上背のありますのは 2m3cm、 ダニー・スパイビー、スティングは 192cm、 身が軽い、このジャンプ力、ドロップキックが待っていた待っていた、おっとトップロープのワイヤーに首が刺さった。ダニー・スパイビーの首、首がトップロープのワイヤーに刺さっています。やっとルー選手、これで落ち着いたようだ。さあスティングのこの力をご覧ください。日本武道館15,200人、そして全国のプロレスファン注目の男、未知の強豪スティング、セカンドロープにあっという間に上がった、トップロープに上がった、何を見せるか、スティング、スティング、スティング、あうわー、フライングエルボー、跳躍力もあります、跳躍力もあります。そしてスティングというのは刺すという意味、得意技はサソリ固め、そのサソリをプリントした白のタイツ、非常に印象的。日本で 100% の力を発揮すると自信満々の記者会見。そのスティングが攻撃をやめません。ダニー・スパイリー冷静よく、今度はトップロープにまたがっておりました。スティングに左のラリアット、ダニー・スパイリー左のラリアットを命中でやります。さあここで一気にスパイリーが反撃に出るか。さあスライディングしてそのまま場外に落としました、そのまま場外に落としました。さあダニー・スパイリーがペースを握るか、さあスティングがペースを握るか、超銀盤戦士、超銀盤戦士に向かってもう一回スライディングキック、スパイリーを場外に送り込みました。ダニー・スパイリーが今先手必勝とばかり攻め込んでいます。さあスティングが受けに回りましたが、今度はブレンバスターだ、今度はブレンバスター、トップロープ越し思い切ってリングの中央に出てまいりました。さあババさん、いよいよスティング来日ですね。そうですね、いい勝負見せてますね。スパイビーも張り切ってますね、はい、張り切ってますね。そのままサイドに叩き落とした、力ではややスパイビーか、
竹内さん、このカードはアメリカのドルバックカードだそうですね。まさに今アメリカで最も新鮮なカードですね。本当ですね。それにしてもスパイビーというのは竹内さん、かっこいいレスラーですね。いいですね。いいですね。おサイドにまた、そのままサイドバスターに落とした。ダリンスパイビー、ダリンスパイビーが攻撃の手を緩めておりません。ちょっと受けに立っているステングでありますが、どこで回復してまいりますか。まだ攻めている、まだ攻めている。ダリンスパイビー、ごまさん、おっと DDT か、DDT か、おっと、しかしそのまま後ろに投げ返しました。スパイビーとしては馬場さん、気持ちの上では負けられませんよね。この全日本マットですもんね。そうですね。しかしスティングも竹内さん、新しいファンを作りたい。おジャーマンだ、ジャーマン、豪快に来ましたね。豪快に原爆投げを見せました。このスティングであります。今度はスパイビーが場外に出ました。スパイビーが場外に出て、スティングの方が追い立てる番であります。さあ、天狗の上半身のこの隆々たる筋肉、ご覧ください。片手一本であの2m3cm、 127kg、 フェンス越しに投げ落としました。さあ、ちょっと苦しかったのか、ダニースカイビーであります。さあ、視点には今夜のこのダニースカイビー戦の後は鶴田か八つか有山田天竜と勝負をしたいと言っておりますが、さあ、これからが実力の見せどころであります。この未知の強豪スティングであります。キャリア3年半とは思えない、非常に竹内さん、落ち着いたレスリングですね。いいレスリングを見せてます ねやっぱり初来日ですね。やっぱりこれだけのビッグチャンスをもらってるわけですからね、どうしてもやる気になってきますよね。そうですね。キャリア3年半、27歳、カリフォルニアロサンゼルス生まれであります。本当に、ね、今のファイルドライバーでもやっぱりキャリア3年半のファイルドライバーなんですよね。そうですか、そうですか。やっぱりそのスパイビーの頭がね、トントンマットには当たってないですね。スパイビーが上手かったのかどうかは知りませんけどもね。さあ、両選手一進一退の攻防というふうに申し上げておりますが、この日本では非常に人気のありますダニースパイビー、おっと相手を抱えた、そのままサイドに叩き落としました。背中を打っています。スティング背中を打たれています。さあ、ダニースパイビー攻撃の手を緩めておりません。さあ、とどめになりますのはスパイビースパイクか、狙っている狙っている。さあ、おっと、あっ、壁の手を掴んだ。顔面砕きですね。顔面砕き、顔面砕きですね。スパイビー、スティングの顔面砕きが見られました。力があります。片手一本でガーン、2m3cm を持ち上げて、そのまま顔面をキャンバスに落としました。今度はどういう技を見せるんでしょうか。何が出てくるのか本当に楽しみであります。おっと、ちょっと形が崩れました。スティング、さあ、スティングがどこでサソリ固め、スコーピオンデスロックを仕掛けてくるのか、どういう仕掛けから入るのか、この辺り見どころであります。さあ、今度はダニースパイビーが懸命に相手を、ロープに押し込んでいます。背中を見せました。ちょっと息が上がったか。スティングの表情、スティングの表情。さあ、大きくロープに飛ばして、あ、ラリアット、左のラリアットを猛然と近い距離から出しました。スパイビーです。さあ、高校たる声援の日本武道館、ちょっとスティングの動きが、馬場さん、ここで止まってしまいましたね。そうですね、もっと華麗なるフットワークを持っているかと思う。スパイビースパイク、これでバンジーキュースか。スパイビースパイクを打った、これがフィニッシュになるか。右の足を伸ばしたスティング、スティングがちょっとやられています。ダメージがかなり残っているようであります。さあ、勝負は日本でのリング上、ダニースパイビー対スティング。アメリカではスティングの方が勝率が上回っているというふうに記者会見で胸を張りましたスティング。しかし、日本の全日本プロレスのリング上、超満員の日本武道館、ちょっとスティングが危なくなってまいりました。さあ、ここは落ち着いてスティングがダニースパイクを場外に落とした。なんだ、場外にいる 2m3cm に何を仕掛けるか、スティングが待っています。この選手がスティング、場外におりも飛びそうですね。すごい勢いで空中戦、スティングの空中戦が見られました。狙っておりましたスパイビー、すごい跳躍力。いや、素晴らしい空中戦です。スティングです。素晴らしいです、トップロープからですね、ほとんど体が触れずに飛びましたからね。キャンバスからジャンプして飛び上がって、ドーンとぶつかりましたね。全くこのトップロープに触れてませんよね。そのまま悠然たる表情でスティングがダニースパイビーにカバーの体勢、カウント2まで入っておりますが、左の肩を今上げました。ダニースパイビー、さあ、必死で頑張ります。この跳躍力を見たかったスティング、その次はおそらくサソリではないかと思いますが、しかし相手の得意技も十分に知っているスパイビー受けません。さあ、スパイビーが待っているぞ。飛んで今のショルダータックルですかね。ラリアット気味にちょっと右も出してますよね。そうですね。そして首のあたりも見せました。ここからスコーピオンデスロックだ。どうだ、サソリ固め、サソリで刺す、文字通り刺す、位置を取った。そのままギブアップか、スパイビーギブアップか。どうだ、スコーピオンデスロック、左の手が伸びた、左の手が伸びました。馬場さん、今のサソリ固めの体勢どうですか。まあ、いいんですけども、ちょっとラフに近いですよね。ちょっとラフに近かった。
竹内さん、数々いるアメリカのレスラーとこのスコーピオンデスロックを得意にするレスラーというのはそう数多くいないでしょう。しかも完全な自分のキャラクターにしてますからね。そうですね。日本で情報を得てあのアニマルウォーリアーに指導を受けたと言っておりました。このスティングのサソリ固め、今度はトップロープからそのまま自分の体重を合わせました。192センチ、125キロのパワーであります。スティング、ディンパン戦士、さあリングを待っています。落ち着いている、スティングも落ち着いている。もう一回サソリの体勢か、サソリか、どうやらサソリに行きそうだ。足を X 字に固めて、どうだ、入り方はどうだ、スパイビー、うまく、なんでこれかね、足を取ってる、くる固め、うまく丸めた、スパイビーカウント3が入ったようだ。どうだ、そうですね、入りましたね、そうですね、スパイビーの勝ちですね。はい、巧妙に足を取っての首固め、うまい返し技、ダニースパイビー、スティング敗れました。日本武道館決戦にスティング敗れました。残ったスティング、今度はトップロープからフライングボディープレス、デモンストレーションを見せております。さあダニースパイビーが勝った、銀盤戦士スティングに勝ちました。小野さん、初来日の印象、まずスティングの方。そうですね、まあ瞬間の技ですからね、小技ですから、スパイビーが大きかったからスティングが跳ねられなかったんでしょうね。そうですか。竹内さん、どういう印象ですか。今のところも、いろいろ技は出たんですけど、まだその実態がはっきりとつかみきれてないですね。そうでしょうね。もうちょっとやっぱじっくり見てみたいですね。まあ、しかしスティングは竹内さん、何度も何度も見たいなというそういう雰囲気を持ったレスラーですよね。これから楽しみなさいですね。同冠決戦、ダニースパイビー、1日の長がありました。スティングを見事に7分39秒、最後は首固めで切って取りました。